ちょっとね、今日は自撮り T シャツ着てきました。半袖、この間買ったやつです。どこ行きますか？みんなと集合です。イエーイ声だけ。太郎さんも久々ですよ。あ、ピーターさんお久しぶりです、ね、お久しぶりですよね、はい、確かにルミックス行きますか？行きますよね。ソフトレンダーのノクトンの 1.2 っていうのを、あ、いいな。出た出た GR3。 でもちっちゃいですよね、それね。ちっちゃいです。この中に APS-C 入ってると思わないですね。でも動画の画質やばいですよ。おかちゃんさんの動画見ました？見ました。あれはひどかったで。いや、あれでもおかちゃんさんのあれでもまだ画質いい方ですよ。自分が夜撮ったら昨日めっちゃもう15年くらいのガラケーで撮ったみたいな。マックスさんちゃんと音を取って、マックさん結構持ってこられたんですけど、もう今6キロで。そうですね、6キロちょっと厳しいかもって。フォアサンビル発見。風が強いね。お、ルミックスショップあったじゃん、あっちじゃん。お、ここがライカで見えるかな、向こう。向こうがルミックス。おー、ここか。着いた着いた。ソニーユーザーだけど来ちゃった。あ、それもらえるんですか？お店の中こんな感じ。これ左が S1 で、右が CH5 テストは結構サイズ違うね。なんか手ぶれ補正がすごい効きそうな感じがしますね。欲しいくらいですか？すごい会話が盛り上がって。2階はギャラリー、ちょっと行ってみよう。すごい綺麗。これ全部 S1 で撮ってるやつですかね。でもこれとか S1 ですよね。うん、すごい綺麗。うわ、美しい。いやー、そうそう、こんなにアップにされたら困っちゃうけど。ここら辺もすごい綺麗。よし、じゃあ行きます。この悪いもんさんの奥さん優しいですよね。だって違う。いいな、動画見ててガタ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 してるから絶対ジンバルいるよ。お父さんの奥さんすごいわ。 RX0 ついたジンバル。ここだから許される装備ですよね。かっこいい。ついた。じゃーん。これ映像の違いわかるかな。これ1635今マックスさんに借りました。どうだろう。16mm いいな。この85mm お値段も結構いい感じですよね。これ安い。56,000円。そう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 、そうなんですよね。で GM とそんな変わらない、ね、F 値がちょっとだけ違う感じくらいですよね。それ F1.8 ですよね。 GM が 1.4 なのかな。そうだ、ちょっとだけですよね。その差は値段が4倍も違うんだったら。今35mm。 これデブレ補正ついてるはずなんで、ちょっと行きましょう行きましょう。これレンズ結構軽くていいね。この16mm ビデオで見るシーン生で見れてる。16mm でのビールうまいです。あんた持ちてたな。マックスさん、いただきます。ちゃんとミニオンズが。おー、うまそう。あー、うまそう。いや、美味しすぎた。いや、美味しかった。じゃあ、行きますかね。バッテリーだけは本当すごいもん。マックスさんのレンズついてるのは、お気取りやっちゃった。すみません。ここデニーズに来ました。今は次はシネレンズ。あ、何だって。10万円台なんです。明るいですよね。明るいです。夜撮りたくなります。すごい綺麗。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また。お疲れ様でーす。